爽やかな風がピッチ。さあ前半戦が始まります。画面に向かって右にエンドを取ったポルトガル、反対側左にエンドを取ったドイツ。ドリブルで上がる、抜かれた、センタリング、リンチシュート、ゲレニース、リンチ、ニアサイド、一度見てみましょう。ねじ込んだ。果敢にスライディング。シュート。オフサイドを取られました。ノロトニー、ヘッドパス、リアマ、体を入れてきます。シュート、パルロ・ベート、これは危険だ、マテルス、ライフル、折り返す、空中戦、ヘッドでつないで、ゲレニース、シュート、ああ失敗、フィード、中へ放り込む、ヘッドでパスを送る、リンチ、フィード、スローイン、ビスパル、スローインです。リアモフ、リンチ、フィート、シュート、スローイン、さあここからどう攻める。これはファールです。ゴールキーパーが味方を鼓舞するように大きな声を上げています。ジャンプ、リアム、ゴル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 
一度見てみましょう。ねじ込んだ。この選手は動き出しが非常ふわっと上げる。ヘッドでパスを送る。マテルス、リンツ、マテルス、これはファールです。チーム十分狙い道ですかね、長谷川さん。そうですね、彼なら期待してもいいかもしれませんね。これはゴールキック、大きくそれました。マテルス、リンツ、パルロ・ベイ、ここで前半終了。前半戦までの後半開始の笛です。まるでボールを持った仮面ルトウカイ。フィートコーナーです。さあチャンス到来。ビレラ・ピンカ、チャンスボールになるか。ボールを囲んでいきます。中へ上げる。コーナーです。小さく助走を取ります。誰かに合わせてくるかもしれません。フィート、おっと足がかかった。ノロトリ、リンカ、ふわっと上げる。布ゴンツア、ビレラピンカ、フィート、ファール。リンツ、ニアだ。スピード、クロス、空中戦。布のボンツア、
ドリブル。フェルマンコール。つながればチャンス。アルド・レーナ。交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。空中戦。リアモフ、ダイクラー、リーツ。狙いすぎたようです。フェルマンコール。こぼれ。ただいまのゴールシーンを振り返してみましょう。ポルトガル、このまま。ポルトガル、集中力を切らさずに90分間で決着をつけてもらいたいですね。必要なマーク、もっとスクイーズにするべきですね。はい。ビレラ・ピンカ。放り込んできた。これはゴールキック。リンツ、チーム。高く上げた。オルセコスナ。シュート。ポストに弾かれた。大きくクリアしました。試合終了です。ポルトガル、惜しくも敗れました。それでは長谷川さん、はい、試合を振り返ってみていかがですか。そうですね、非常に見事。冷たい雨が芝を濡らしていた。試合が始まりました。画面に向かって右にエンドを取った。危険なタックル。ビスカル。パルロ・レイト。ビレラ・ピンカ。コーナーキックになります。
笛を吹いた。ファール。フィーブ。ハイボールを競り合う。ファール。さあここからどう攻める。ジャンプ。流れを止めた。ここでスライディング。ダイクラスローイン。ナイスファイト。これは危険だ。中に絞ってきた。ゲレニース。危ない。センタリング。ディナース。ビアモフ。ゲルマンコール。果敢にスライディング。ミヤモフ。マリーナ。ルイコスナ。ダイクラ。流れを止めた。つながればチャンス。ルイコスナ。ヘディ。決まった。ゴール。エクセレントゴール。ポルトガル、ついに同点です。さあもう一度見てみましょう。ヌノゴンツはこの選手のポジションに。
大工。ここで折り返す。ファウル。ギアモン。狙いすぎたようです。ヘッド。おっと、前半終了の笛です。前半戦が終わ、後半戦キックオフ。しなやかなボールタッチ。ヘッドでつなぐ。ヘッドパス。フィード。ディナス。後半5分経過。パルロ・ベイ。スローイン。のボンツはパルロ・ベイ。スローイン。ピッチを優雅に徘徊します。オルセコスナ。スローイン。ルイコスナ。コーナーです。さあチャンス到来。チャンスボールになるか。いいボールが出た。パルロ・ベイ。ヌノ・ゴンツはクロスバー直撃。ディナス。さあここからどう攻める。ライフコーナーキックです。さあチャンス到来。ただいまのシーン、もう一度振り返ってみましょう。ヌノ・ゴンツは得点を奪う。主審、笛を吹いた。ゲレニーズ。味方が探してますよ。フォローが遅いですね。ピッチを優雅に徘徊します。クロス。体を入れてきます。シャヒネ。交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。フィート。ボールを囲んでいきます。スローイン。
選手の交代です。スローイン、前が空いた、モロッココーナーキックになります。さあチャンス到来、もう一度見てみましょう。オルセコスナ嫌われた。さあチャンス到来、空中戦、左へサイドチェンジ、主審笛を吹いた、ヘルマンコール、イエローカード。リンス。これはコーナーキック。さあ、チャンス到来。ボンツアー、ポルトガル、見事準決勝進出を決めました。それでは長谷川さん、はい、試合を振り返ってみていかがですか。そうですね、非常に見応えのある試合内容でした。